ブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りします。宮崎の美味しいものをご紹介するブルーで乾杯。今回はこちら、和ダイニング川越大淀店です。大淀レマンの近く、地元の人が集まる人気のお店。カウンターとお座敷席の木のぬくもりのある店内で、家族連れでも宴会でもゆっくりと過ごせます。ご紹介いただくのは南山さんです。よろしくお願いいたします。南山さん、このおしゃれな店内でいただけるメニューはどんなものが揃ってるんですか？そうですね、当店でオリジナルの創作料理や、桃焼きを、中心とした宮崎の郷土料理もやっておりますね。中でもおすすめメニューを教えてください。はい、こちらにあります桃焼きでございます。そうですね、油の乗った桃肉を使ってて、当店のオリジナルのブレンドした塩で、うなまの備長炭を使って、さっと強火で焼き上げる形ですね。いただきます。しっかりとした歯ごたえ、また油が甘いですね。すっごくジューシー。塩加減も本当に絶妙で、そうですね、噛めば噛むほど、染み出てくるような感じだと思います。和ダイニング川越のこびきブルーに合う一品は何ですか？こちらの自家製厚切りベーコンです。かなりの厚みですね。天然塩、ハーブ、赤ワインなどに1週間漬け込ん で、桜のチップでじっくりとスモークした、ベーコンになりますね。この厚みは本当に贅沢ですね。はい、ジューシー。こう口の中の体温で油がとろけますね。いろんな香りが口の中で広がってきます。ではこびきブルーをいただきます。合いますね。天然塩やハーブの香りを味わってもらって、ブルーですっきりと、忘年会シーズンですので、たくさんの方にこうシェアしながら食べてほしいですね。はい、ぜひ食べてほしいです。皆さんも和ダイニング川越のオリジナル料理の数々ぜひご賞味ください。では南山さんもご一緒に今夜もブルーで乾杯。和ダイニング川越大淀店で使えるお食事券3000円分を抽選で5名の方にプレゼント。詳しくは MRP 番組ホームページをご覧ください。お店の場所はレマンの近く、宮崎銀行向かいのこちらの看板が目印です。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りしました。